い。それでは、初参加チームのパルプンテの皆さんです。よろしくお願いします。あっちもはい、お願いします。スーパーゴレロです。トップを食べたい、お願いします。俺を食べたい。はい、はい、まず最初に皆さんのチーム名の由来を教えてください。はい、それはキャプテンからお願いします。はい、キャプテンお願いします。チーム名、はい、由来をお願いします。チーム名は由来は本当前にも言ったんですけど、何が起こるかわからないチームを目指してるんで、よくわかんないんです。そんな感じです。なるほど、なんか聞いたことがあるようなですよね。はい、ような、ドラクエの呪文です。あ、はい、パルプンテ、はい、覚えてますか。覚えてます。覚えてますか。はい、優勝2回しましたよ。ですよね。ですよね。あの、パルプンテさんってなんか何チームかあるんですけど、はい、なんか同じメンバーの方とかっていらっしゃるんですか。いや、ここの前はカタカナのパルプンテはチームなんですけど、はい、このひらがなのパルプンテの方はなんかその日集まったメンバーでやるみたいな、その日集まれるメンバーだけでやれるチームみたいな。なるほど。コサルみたいなチーム。じゃ今日のパルプンテさんはコサルの方のチーム。コサルの方のチーム。みんな初対面の人たちばっかりで、お互いに。え、初対面なんですか皆さん。初対面。人見知り。僕もみんな知らないんですよ。あ、そうなんですか。でもイケメンですよ。ちょっとアップして撮ってください。ここ顔出したけど、イケメン風ですよ。イケメン風なんですか。やめて。めっちゃかぶってます。めっちゃかぶってます。はい、ありがとうございます。今日の試合の調子はいかがですか。そうですね、イケメン風な人がめっちゃ点決めてくれてるんで、この方ですね。はい、得点王。得点王ですか。チームのハットトリック。わしたっけか。この調子で優勝したいと、はい、はい、はい、ありがとうございます。最後に皆さん何かアピールしたいこととかあれば、伊藤さんどうお願いしたいんですけど。はい、いや、いないっすよ。あれ、はい、アピールしたことする。何か、何すか、何だろう。今年の抱負は、今年の抱負、はい、お願いします。全大会出場、あ、出場した大会全部優勝することっす。アピカップもっすか。はい。はい、じゃあ残りの試合も、今日の残りの試合も頑張って優勝目指して頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。